写真拡大。巨人は6日、ルビー・デラロサ投手が左脇腹肉離れで出場選手登録を抹消すると発表した。デラロサは5日の中日戦、東京ドームで9回にマウンドへ。投球中に腰から脇に異変を訴え、降板。試合後に病院で検査し、肉離れが判明した。デラロサは開幕から抑えとして6試合に登板し、4セーブ。防御率 1.80 と安定した成績を残し、チームの開幕ダッシュに貢献していた。